逃げ足の速さ、失敗を認める部分、これは方向がまた違うんですが、ミーハーさ、好奇心持っていろいろこうやっていく、ダメだったらダメですぐ引くというのを取り返していくと、非常にブラッシュアップしていけたというのがありますので、優先順位として大事なのは、まあ、本当に一般のお客様だと思っているんですね。そこでこうご評価いただけないと、お店に売り込んでも営業としては短期的には成功しても長期的にはやっぱりうまくいかないっていうのがありますので、給料を上げるっていうのはやっぱり先行投資の部分があるなとはすごく思うんですね。その採用とかいろんなものの段階をギアを上げやすくなるというのはやっぱり事実ですので、自分たちのまあある意味ライバルを自分たちで作って、でまあそんなのを繰り返しながらアメリカの市場にきちんと食い込んでいって、オリエンタルなもので終わるんじゃなく、やっぱりそこをこうより世界に広げていきたいと思ってますね。